んばんは、元男の子の青木かのんと、じゃあこっちから。あ、ギターのあっくんです。ドラムのよのっちです。ベースのしゅうくんです。キーボードのパヤです。はい、今回なぜこの動画を撮ってるかというと、先日、かさぶたの私をリリースさせていただいて、うん、この度、単刀直入に言いますと、バンドを組みました。青木かのん with リフレクションっていう、名前で、しばらく活動させていただきます。まず最初にメンバーの詳細な自己紹介をしていただきます。詳細って何？名前、年齢、どのような活動をやってるかっていうこの3つ。じゃあトップバッター、よのっち。はい、よのっちと言います。年齢は26になります。はい、経歴は TM ネットワークの峰直人さんのライブツアーサポート、はい、ジャムプロジェクトのライブサポートなどやらせていただいております。よろしくお願いします。すごいわ。まあ、そんな方がかさぶたの私をねやってますからね。そんなトラブルなんだ。あ、そう、そう、そういうことなんだ。はい、名前なんだっけ。嘘だ。しゅうくん。はい、言ってもらっていいやから。まあ、あ、はい、お名前はどうぞ。はい、前のしゅうことしゅうくんと呼ばれております。年齢は、26歳です。僕もライブサポートとかレコーディングをいろいろさせてもらってて、はい、スマットとかキンキキッズとかの曲をたくさん作ってる長岡聖子さんっていう作曲家さんがいるんですけど、その方のプロデュースしてるアーティストさんの青山美月さんとか正代くんっていうアーティストさんのレコーディングとかライブサポートを最近は結構してるかな。あとはベーシストで有名なフィル・リーさんっていうニューヨークのベーシストがいるんですけど、その方と一緒のアルバムでも聴いてたりします。はい、はい、マックン。あ、言っちゃった。名前どうぞ。ギターを弾かさせてもらってます。はい、あっくんと呼ばれてます。昼はサウンドナインという楽器屋の店長をしながら、まあ、僕ちょこちょこライブのサポートとかしながら、基本的には楽器屋に行っていつでも会えるってことですね。そうですね、今のところは、サウンドナインという楽器屋もよろしくお願いします。イエイイエーイ。最後にトリを務めます。お願いします。ファヤンことファヤンです。1992年に青森の弘前市で生まれて、そこからも小中学校ずっとピアノをやって、で高校もピアノの授業できるよみたいなところを行って、で大学で教育学部の音楽の作曲の専攻に行って、まあ、勉強してリフレクションに入りました。で今回のそのかさぶたの私を作曲者でもあるはやるさんでございます。生みの親ですね。生みの親。はい、共作なんですけど、生みの母だね。はい、生みの父。まあこんな感じで、全員同い年の、メンバーでやっていこうと思うんですけども、今回皆さん集まってもらったんで、ちょっと何を話していこう。ね、何を話していく。う、ね、どうですか、そのかさぶただしリリースして地元の友達から連絡来た、うん、あるある。あるあるじゃん。あれ、これしゅうくんじゃないみたいな。あ、そうだ、多分弾いてんじゃんみたいな。ふぃーん。ふぃーんってなんだよ。ふぃーん、舐めてんのかよ。え、それでなんか、なんて返したの、その友達に。え、そうだよ。ごめんごめんごめん。そうだろうね。まあそうだね。そこで違うよって言ったら面白いですね。あっくん。うん、あ、俺もでもね、友達とか地元の友達が結構自分以上になんか喜んでくれて、結構あ、おめでとうみたいな。へえ、そう、それがね、したんだって。まあ多分やっぱ動画とか見ててくれて、それ嬉しいね。そうで連絡くれてね、なんかこれからだなっていうような気持ちがさ、うん、強いじゃん、うん、だからあんまりこう、やった、よっしゃ出したっていうよりは、これからどうしようかな、うん、どうやっていこうかなって思ってたんだけど、うん、その地元の友達とかはおめでとうおめでとうとか言ってて、うん、姉ちゃんがめちゃめちゃ優しくなってくるね。まあ、それで、あ、そっかと、なんかちょっと嬉しい気持ちになって、始まったんだなって。そう、うん、あ、なんかこう、ね、やっと始まったんだなってのは思ったね。パヤンさんは。パヤンは前の日のカノンのお知らせがありますみたいな。
デビューしますっていう動画、号泣ね。あの動画を見て私5回ぐらい見て5回泣いて、どれだけこれのために頑張ってやっていこうっていう風な意思はめっちゃ聞いてたから、もうなんかついにスタートできたんだみたいな、私もなんかやっぱそばにいて見てたから超泣けてきちゃって、おかえり超そう泣けてきちゃって、今をどう見るじゃなくて前しか見てない。かっこいいね。かっこいいね。これからもっとその気持ちみんな合わせてきて、いいものを作れるように曲も書けれればなっていうところ強いです。本当。一番はやっぱ気持ち。別に曲って誰でも書けると思うんだけど、書けるとは思うんだけど、なんで書いて、なんでそこに曲があるっていう、なんか思いがやっぱないと、そこに曲がある意味がなくなっちゃうと思うから、めっちゃ本当にそう、もう感極まりましたね、はい。あとはいろんな人たちと一緒にやれたことが私としてはなんかつながってよかったなっていう、ね、うん、本当そこです。以上です。はい。ヨッチどうでした？今出してみて。そうですね。ぬるくないそのキャラ。ぬるいよね。空気を変えていく男。結構音楽性的にもそのなんかジャンルというか、うん、でも今までやったことがない仕事だったんで。はい。そういう新しい経験、目まぐるしい中もう新曲ができて、MV 撮影して、すごい急ピッチでやって、ね、結構ガーンっていったよね。そうね、忙しかったよね。ところどころピースされてなかったね。やばいって久しぶりにしっかりとしたバラードというか、うん、なんかこう歌心を大事にする系のアプローチっていうのを自分自身だったから、そういう意味でも楽しみにできて、それが MV に MV を叩いてる姿に現れてるならいいなと思います。はい、はい、これに最後に私か、うん、そうです、今回出させていただいて本当に、なんだろう、これ言っていいのか分かんないけど、そんなに期待してなかったっていう部分があったんですよ。なんか結局YouTuber のこのちょっと見られるようになったからって出したんだろうみたいな感じで撮られると思ってたから、うん、まあ、今までバラエティ系のような動画ばっかりだから、いきなり歌動画出したところで見てくれる人なんていないんだろうなって思ったんですけど、結構いろんな方に見ていただけたみたいなんで本当に嬉しくて、あとはこういう、もう一線でやられているような方々が一緒にやろうって言ってくれたことがすごい、自分の中でこれも奇跡なんですよ。それなくて本当もう奇跡が奇跡を重ねて、うん、今回こういう形になったんで本当に感謝しかないっていうのと、あとはあの学生時代の友達、特に連絡あんまり取ってない方からやっぱなんか連絡来たりとか、こうなんかランキング見てたら、あれもしかして青木くん、青木じゃんとか言ってみたいな感じで連絡来てそう、10年前なんか歌手になりたいとか言ってたけど今好きなことやってんだね、よかったよって本当はおめでとうって言ってくれて、すごいね、やっと、ね、うん、スタートできたことに喜びと責任感というか、うん、この形を終わらしたくないなってすごい思いましたね、うん、あのコメントもすごく嬉しかった、ね、ですよね、あったかかったね、あったかかった、うん、すごい嬉しかったね、一番過去一のコメント数だった、うん、1000件超えてコメントも、ね、すごいね、グッドも多分1万件ぐらい、本当、うん、ある意味私のそのわがままに付き合わせてるようなもんだと思ってて、特にあとは視聴者さんとかはさ、やっぱ青木がなんか食べてたりとか、そのなんか喋ってんの見たいっていう視聴者さんがもともとの20何万人じゃん、その方々に歌を要は見てって言ってお願いしている立場だと思ってたから、こんな風に聞いていただけて本当嬉しいなって、もう本当感謝です、ありがとうございます。ありがとうございます。これっきりで終わらしたくないから、うん、この、2019年4月から、はい、令和元年から
青吉の秘密箱のチャンネルを青吉カノンの秘密箱&リフレクションチャンネルにします。イエーイ、よろしくお願いします。今まで通り私の、ゆるゆる動画も出すんですけど、同時に、私たちが主体の、なら今までは私が主役みたいな感じでやってたんですけど、みんな主体としてこのサブチャンネルをリフレクションと私のチャンネルに合同チャンネルにします。メインチャンネル今まで変わらず私ピンでやるんですけども、そんな感じで、だからサブチャンネルと扱いじゃなくてもメインチャンネル2つあるような青木香の秘密箱&リフレクションチャンネル長いけど、そのチャンネルもガンガン更新していきますんで、そちらもチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。よろしく。今後私たちのイベント、例えばライブとか、あとはファンイベントとかも考えておりますんで、皆さんぜひみんなのツイッター、貼ってあります。そちらもぜひチャンネル登録、あ、違う、フォローだ。そう、フォローしてください。お願いします。はい、またちょくちょくこういう動画撮っていきますんで、この辺で今回は締めます。はい、大丈夫ですか皆さん。はい、よー、なにこれ。こんな終わり方。はい、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。お願いします。ツイッター、インスタグラム、青ひょうの秘密はこう&リフレクションチャンネルも画面の下貼ってます。そちらのチャンネル登録お願いします。そして皆さんの SNS リンクも貼ってますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。こうね。何これ、ガチョウになってるよ。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。